これやってみてください。まずはですね、足をこうクロスさせます。この時点でできない人、できない人はね、とりあえずこの状態で、あぐらの状態で、あぐらもできないって方めちゃくちゃ硬いですね。このクロスの状態で前に倒れておでこが床につけば OK。 できなかったらお尻の筋肉めちゃくちゃ硬いです。お尻の筋肉が硬かったらお腹痩せ、足痩せはなかなかできません。膝を抱きかかえます。膝を抱きかかえてぐーっとこの膝を胸に近づけていきます。いきます。30秒です。ふーっと呼吸を吐いてくださいね。そうです、そうです、そうです。皆さん素晴らしいです。ぐーっと近づけたらこのお尻裏も伸びてる感じになると思います。しっかり呼吸しながらやってください。胸と膝がくっつかなくても大丈夫ですよ。伸びてる感じがあれば OK です。いや皆さんね、本当に偉いですよ。一緒にやってる方頑張りましょう。動画見てるだけでもね、偉いですからね。よいしょ、どうですか。 OK。 はい、次こっちの足、膝抱きかかえてぐーっとお尻伸ばしていきます。30秒です。動画の中では一切厳しいことは言わないんですけど、サボっても OK、飛ばしてても OK なんですけどね、必ず約束してほしいのは呼吸だけはしっかりしてください。呼吸しないとね、より辛くなってしまいます。ストレッチ効果もしっかり呼吸をしないとね、なかなか、発揮できないので、ね、呼吸だけ、呼吸だけ、呼吸だけしっかりしてください。私もね、画面に、ね、呼吸しましょうって、ね、言うのがね、それだけ気をつけましょう。 OK。 はい、そしたらですね、足の裏くっつけます。くっつけたらぐーっと股関節開きますよ。いきます。30秒です。で、開いた時にこういう感じでパタパタさせたら、させれたらね、より OK です。で、かかとできるだけ、体に近づけましょう。で、この時骨盤は立てる。そうです、そうです、そうです、そうです。 OK、OK。呼吸吐いて吐いて吐いて、いやもうね、一緒に動画見ながらやってる皆さん本当に素晴らしいです。もうね、もういかにめんどくさいか、家でこうやってストレッチするの。今ね、一緒にやってる方、自分のことをね褒めてあげてください。 OK。 はい、そしたらですね、このまま前に倒れます。いきますよ。30秒です。ふーっと、でこの時ね、おでこが床につけばいいそうですけどね、なかなかつきませんよね。つかなかった方素晴らしいですよ。体が硬いということ、体力がないとかできないとか同じようにできないとかいろいろあるじゃないですか。もうそれはね、もう後ろです。おめでとうございます。最初ね、ちょっとね、これだけだとやばいですよみたいな言い方はしましたけどね、やばくないんですよ。伸びしろです。痩せる、まだまだね、痩せる伸びしろがあんな、健康になる伸びしろがあるということも、ね、ポジティブに考えていきましょう。はい、そしたらですね、次は膝立てます。膝立てたら内側にこうパタ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 させていきましょう。いきます。30秒です。上半身はね、リラックスさせてください。壁があったら、ね、壁に寄りかかっても大丈夫です。あんまり無理はしないでくださいね。で、呼吸はして、よいしょ。速さは関係ないですよ。見てる皆さんにすごい質問なんですけれども、体の部位の中でどこが一番気になりますか？なんか、まあ、太ってるとか、逆になんか腰痛とかね、そういう健康面のことでも大丈夫です。もしよかったらね、コメントで教えてください。 OK。 はい、そしたらですね、下半身は好きにしてください。あぐらでも何でも大丈夫です。そしたらですね、手をぐーっと真横に伸ばします。いきますよ。30秒です。ぐー、呼吸して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 って言ってるんですけど、吸うことよりも吐く方が大事です。しっかりパッパッと切る。で、さらに余裕があったら、呼吸を吐いてるときにお腹へっこませます。そうするとね、めちゃくちゃダイエット効果も、ね、すごい高いです。だから日常生活のことで息をたまに吐き切ることを意識していただければ、かなりね、インナーマッスルのね、トレーニングになります。 OK。 はい、次こっちいきますよ。30秒です。ふーっと呼吸吐いて、そうです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 。頑張って、あんま無理はしないでくださいね。ふーっと息吐いて、そうです、そうです、頑張って。よいしょ。ちょっとね、気持ち自分がさらに伸ばしにいくようなイメージですね。頑張って。 OK。 はい、そしたらですね、次はちょっと猫背になります。手を頭の後ろについたらね、小背になって
胸を張る。猫背になって胸を張る。やっていきます。試合いきます。30秒です。で、この時吸ってファイテー、で、ファイテー、胸張ってで、そう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 、そうですね。猫背になってく、この時肩甲骨寄せてください。で、吐いて、で、吐いて、オッケー。はい、そしたらですね、次は膝を立てますよ。片方の膝を立てます。そしたらですね、このもう片方の足を抜けます。で、これできないよって方はですね、この足の位置調節してみてください。そうするとね、誰でもできると思います。そうしたらね、さらに、このくるぶしと胸をぐっと近づけるイメージ、いきますよ。30秒です。ぐーっと近づきます。お尻裏も伸びてる感じあると思います。ぐーっと伸ばして伸ばして伸ばして、息吐きながらぐーっと伸ばして、そうです、素晴らしい。いやー、皆さん本当に偉いです。本当に偉いです。動画見てるだけの方もね、本当に偉いですよね。ね、本当に世の中には面白いエアコンですたくさんあるんだったね。本当に見てるだけでもね、自分を褒めてあげてほしいです。 OK。 はい、次こっちいきますよ。30秒です。じゃあ呼吸吐きながら、お尻の裏もも伸びてたら OK ですよ。どうですか。いやもうね、本当にね、皆さんのコメント欄を見てるとね、意識が高すぎて、もう私はね、ちょっと私その結婚式をしたんですね、2ヶ月ぐらい前に。そっからもう本当に暴飲暴食してしまって、今ね結構ここ数年などが一番太ってる時なので、ちょっと来週からダイエットしようかなって思ってます。OK。 はい、そしたらですね、次は後ろ、手を後ろにしていきます。ついたらちょっと難しいですよ。このまま足を伸ばしてグッと引く、足を伸ばしてグッと引く。この時下っ腹を意識してください。いきますよ。30秒です。よいしょ、伸ばしきって引く、して吐いて、腹筋使ってね。うわ、きつい、頑張って頑張って、あーきついですよね。伸ばして引く、30秒だよサボっても大丈夫だからね。よいしょ、頑張って頑張って、息止めないで、3、2、1、 OK、 素晴らしい。はい、そしたらですね、次ちょっと難しいですよ。で、まず足浮かせます。浮かせたら手でこういう感じでバランスとって腹筋で支えます。これ30秒なんですけど、できない人多いと思うので、自分で目標の数字決めてみてください。いきます。30秒です。よいしょ、スタート。呼吸吐いて腹筋この辺意識してキープです。そうですよね、皆さんね、そろそろやめたくなってきたんじゃないですかやめたく大丈夫だからね。うん、きつい、ここ意識、ここ意識。全然ね、30秒できなくても大丈夫ですからね。できないのは伸びしろですよ。3、2、1、 OK。 はい、そしたらですね、次片方の足伸ばします。伸ばしたらですね、こっちの手で親指をこういう感じで触っていきます。いきますよ。30秒です。これね、ちょっとね大変だと思うので、つかなくても大丈夫です。で、呼吸ふーっと吐きながら頑張って触れる、触るようでいいんですよ。ちょっときついでしょ、これ。頑張って頑張ってこれできないのが当たり前だと思ってください。ちょっと私も体硬いんですけど一緒に頑張りましょう。皆さん、ついてきてますか。ちょっとね、きつい種目が続いてしまいましたけど、 OK です。はい、次こっちいきますよ。もうそろそろね、終わりなのでね、30秒です。よいしょ、しっかり呼吸して、よいしょ、頑張って頑張って、できるだけ足を伸ばしてください。頑張って、もうちょっとです。3、2、
It's okay! はい、そしたらですね、一番最初に、やったちょっとね、チェック種目っていうのをやっていきましょう。足をクロスさせますよ。で、前に倒れていきます。もちろんね、これできない人多いと思うので、ね、あぐらでも OK ですし、あぐらできなくても大丈夫です。できるだけその近い状態になって、前に倒れてみてください。そうするとね、一番最初よりちょっとやりやすいかもしれないです。じゃあこれを30秒ずつやっていきますよ。片足いきます。30秒です。スタート。どうですか皆さん、さっきよりちょっとね柔らかくなったんじゃないでしょうか。それちょっとねお腹周り、お尻周り、太ももあたりね、かなりスッキリしたと思います。最初にね測った方はもう一回計測してみたり、写真撮ってみたりとかね、自分でね目で見てみたりとかするのもすごいいいですね。じゃあ本当に皆さん今日はお疲れ様でした。もうちょっとそろそろ、ね、寒くなってくる時期ですけど、ちょっと汗かきましたね。オッケー。はい、次こっち行きますよ。同じようにできなくても大丈夫ですから、ね、行きます。はじめでーす。いやー、ほんとね。うん、疲れた。もう皆さんね、一緒にやっていただいてありがとうございます。まだまだね、やり足りないよっていう、ね、意識高い方いらっしゃると思うので、そういう方のためには概要欄におすすめのスイッチ貼っております。もちろん、よかったらね、そっちもやってみてください。Twitter とか Instagram もやってるので、概要欄に貼っておくのでね、そちらもね、よくね、ちょっとプライベートの動画、くだらない投稿とかもしたら、もちろん、よかったら遊びに来てください。以上、終わりでーす。今日も皆さんお疲れ様でした。今回の動画がちょっとでもいいなと思った方は、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。ほんとねー。